します。こちらも演奏させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速1曲目歌わせていただきます。皆さんご存知の方多いのかなと、ベテランの方々は多分ご存知かと思うんですけども、ちょっと僕はもうちょっと分かるんですね、多分まだ生まれてない子だったので95年生まれだったので、もしかしたらちょっと待てなかったかなというので、あのミスターだとちょっとミスターシンドレンがギリギリという感じで、ちょっとミスタービッグは、ね、知らなかったんですけれども、まあ、知ってる方も知らない方も、あの僕も知らなかったんですけど、まあ、結構いい曲とか、あの盛り上がる曲ですので、一緒に温かく聴いていただければと思います。では、先ほどの曲は、ダディ・ランダの Love I Am A Little Boy という、の曲でした。2曲目歌わせていただきます。 Created 16 Months。
なと思いながら、歌わせていただきました。こういうのも聞かないよね、上さんとリアル。はい、それでは、次の曲早速歌わせて、歌わせていただきたいと思います。そうだ、こういうのでしみで聴いていただきたいと思います。To be with you。時間を楽しめるっていうのが僕の職場とかだともう本当にもうかなりもう上司の方なので、そんなもう部長職のような方々と一緒に、歌うことなんてことないので、本当に音楽って素晴らしいなと、感じながら、ステージを立たせていただきます。はい、それでは、次の曲めちゃめちゃいい曲なので、ぜひ聴いていただけたらと思います。4曲目いきます。 Stay Together。Oh, oh, 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 oh
バカなおやすかしだよ。お前ら何やってんの。逮捕されるぞ。浜ちゃんの目黒からすんな。写真さ、あんまり際どいと思うよ。はい、早いものでもう、最後の曲に、終わってしまいましたけども、先に言っておきますが、ちょっと6曲目ありませんので、次が本当に、終わりちゃった形で、ご容赦いただけたらと思いますので、間に合いませんでした今日どうするって話しますけど、いや無理だろうとなりまして、次が気持ちよく終わらせていただきたいなと思いますので、最後まで、温かく聴いていただけたらと思います。レターハウスでした。ありがとうございました。では、最後の曲に行かせていきます。アリティ・トゥ・ザ・ラッシュ。Power!
できないっていう。